待ちたまえ、そこの二人。この先は会議を行う場所だぞ。部外者は立ち入り禁止だ。サンデーさんに頼まれて容疑者を連れてきたんだ。レイシオという名は聞いていると思うが。ああ、覚えているぞ。ヴェリタス・レイシオ。君のパンチ化送粒子時計は実に印象的だった。何の話だ？君の頭の上のそれだ。我が機動騎士の全領域戦闘動力アーマーには及ばないがな。前にも言ったが、君の幻想アーマーはそもそも存在しない。君には見えないだけだ。言っただろう。ファミリーだけが機動騎士の輝きを見られるのだと。さあ早く行け。サンデーさんを待たせないようにな。はあ、ここは外と同じくらいバカばかりだな。この先は？扉が閉まっている。僕たちだけでどうにかしなければならないようだな。僕が言いたいのは、ここには扉すらないのに、前はどうやって中に入ったのかってことなんだけど。セキュリティ上の理由から、ファミリーは行政施設を無境の奥に建てた。そこに行くための仕掛けはつぐみの彫像の中に隠されている。彫像の向きは変えられるようになってるんだ。前回はカンナという使用人が横の部屋に行って何か確認した後、彫像の位置を合わせていたが。じゃあ僕たちもそうしないといけないんじゃないか。行ってみよう。もちろん全方向を試してみるっていう手もあるけどね。6羽のつぐみは別々の方向を向いている。これは明らかにヒントだな。でもこれって本当につぐみなのかい？そうだが、どうかしたのか？いや、ただこんなに大きなつぐみがいるのかなって。僕が見るにこれはハードイーグルだと思うんだよね。五大クランの中にタカはいない。いるのはつぐみカタルスケだけ。はあ、なぜこんなことで議論しないといけないんだ。これが正解だった。実に素晴らしい発見だ。君には天才クラブに入るチャンスを譲ってやろう。本気で言ってる？てっきり君はとっくに諦めたものだと思ってたけど。ただの冗談だ。伝わらなかったか？中はすごく豪華だね。サンデーは自分に清廉なイメージを植え付ける気はさらさらないらしい。忠告しておこう。ここは無境だ。この屋敷のインテリアがどんなに豪華でも、ピノコニーには微塵も影響を与えない。つまらないところでファミリーのアラを探そうとするのはやめた方がいい。なあ、君の言う通り、ファミリーを破綻させられるのは死だけだ。きっとサンデーもそう思ってるんじゃないかな。それじゃ下の階に行くとしよう。待て。どうかしたのかい？まさか道を間違えたとか？間違えたわけではないが、この扉には鍵がかかっている。おいおい、君本当に彼と約束してるのか？これはテストだ。話をする前にサンデーに自分の価値を証明しなければならない。僕の認識が間違っていなければ、この広間で扉を開けるための方法を見つける必要がある。さもなければここが僕たちの監獄になるだろう。脱出ゲームってことか。面白い。真面目にやれ。誰も君と遊んでるわけじゃないんだ。
まずは戻ろう。ヒントは大方あの目立つ箱庭の中にあるだろうからな。うーわ、大きな箱庭。お金が貯まったら僕もこんな高いビルを建てたいな。ここを見てくれ。模型に分かりやすく亀裂が入ってる。どうやら君の言う通りだったみたいだね。前に来た時はこんなスロットはなかった。あの男が意図的に作ったのは明らかだな。君の天才的な頭脳ならここに何が置かれていたのかも覚えてるよね、教授。当然だ。周りをよく調べるんだ。僕が見ればすぐにわかる。はいはい。なんか今の僕たちって侵入窃盗学の学位を取得しようとしてるみたいだね。見つけた、あれだ。プレートにはガリバーアーチって書いてある。君、こんな小物のことまではっきり覚えてるのかい？それにしてもこの見た目、なんだか通り抜けるだけで人を小さくするトンネルを思い出させるな。僕が君なら今すぐ口を閉じるところだ。余計なことは言わない方がいい。まるで積み木を積んでるみたいだね。僕は積み木で遊んだことがないからチップを積むのとどっちが面白いのかはわからないけど。ほら、ぴったりやって完璧だ。え、次は？あ、嘘だろ。体が小さくなった。夢でも見てるのか。ま、ここは夢の中ではあるな。教授、君めちゃくちゃ大きくなってるよ。まさか箱庭の中に入ってこんなに小さくなるなんて。いっそのことこのまま出るのはどうかな。隙を見て僕をサンデーの服の中に入れるんだ。そうやってファミリーの内部に潜入して。冗談だって。とにかく扉を開ける方法を探そう。こんにちは。黄金の時の基盤模型へようこそ。私はオーク兵、基盤模型のガイドを担当しています。なら案内してくれ。こんにちは。黄金の時のキ基盤、私はオーク兵。喜んでお手伝いしましょう。ガイドを生成して言います。サイサイ、ももももも、最寄りのチェックポイント。私の、はい、サイサイサイ、あ、何が何だか。ファミリーのおもちゃって当たり屋なのか。僕は何もしてないのに。教授、証人になってくれるよね。僕は何も見ていない。ガチャの模型だ。地面に操作できる場所はないね。上にあるあれかな。教授、ちょっと手伝ってくれ。やっぱりだ。この模型は内部構造まで本物の建物そっくりで、違うのは人が住んでないってことだけ。サンデーのやつ、こんなミニチュア模型を朝起きたらすぐ目に入る場所に置いてるなんて、ピノコニーの巨人にでもなったつもりか。
上の階に飛んでいった欠片がある。ピンボールマシンを使ってあそこまでジャンプしないと。でもそう簡単にはいかないんだろうな。やっぱりここにあるのはピンボールマシンの台座だけで、中は空っぽだ。教授、また君の知恵を借りたい。大声で叫ばなくても聞こえてる。ピンボールマシンの模型はアーチのように広間のどこかに置いてあるはずだ。待っていろ、すぐに戻る。ああ、これでようやく静かになるな。これだ。楽しい一人の時間というのはあっという間に過ぎ去ってしまうものだな。戻ってきたんだね。それをここに置いてくれ。ありがとう教授。レイシオ、君も中に入って見てみた方がいい。本当に壮観だから今なら僕をひとひねりにできるだろうね。これで全部集まった。楽勝楽勝。楽しいおもちゃの街の旅も終わりか。ちょっと名残惜しいな。ピノコにも悪いことばかりじゃないだろう。今回の面白い出来事はカードテーブルでの話のネタにしよう。君が生きて箱庭から出るのを見ると残念な気持ちになるな。サンデーはこの扉の奥にいる。これは僕の薄っぺらい見解だが、彼は一筋縄ではいかない相手だ。覚悟はできてるか？もちろん。ま、覚悟が必要なのは彼の方だと思うけど。君の計画を話してみろ。計画なんてないよ。ただ臨機応変に動くだけ。人と交渉する時のカードは利益か恐怖、この二つしかないからね。君は本当に誠意というものを理解していないようだな。それ僕の誠意が足りないってこと？わざわざ強調することもないだろう。僕たちは死を利用するんだから。妹が死んだ以上、あの男がじっとしていられるはずがない。これが恐怖だ。そして僕は彼のために殺人犯を捕まえる。彼は地位や立場が邪魔で自分ではできないけど、僕ならできる。これが利益だ。なぜ彼にはできないと言い切れる？そもそもわざわざ対立しているカンパニーの人間に頼んだりするか？理由なら単純なものさ。今回の殺人犯はファミリーの中に潜む裏切り者である可能性が高いからだよ。君が以前矛先を向けたのはあの巡回レンジャーだった。あれは口実だよ教授。あの人は怪しかったから誰かに牽制してもらう必要があったんだ。
僕たちが行動するとき視野の外の変数は少ない方がいいからね。それに彼女が何者かを知る必要もあった。僕の幸運が本物なら彼女はきっと重要な駒になる。そして今回の件で僕を助けてくれる友達は多ければ多いほどいい。でも正直に言うと殺人事件と彼女は無関係だと思う。僕の見解に変わりはない。きっとファミリーの内部で何か問題が起きてるんだ。そうじゃなきゃサンデーが水面下で私的な面会をセッティングすると思うかい？これは取り調べじゃなくて秘密の交渉なんだよ。見ていてくれ。ロビンの死をチップに自由と力を取り戻してみせる。最後にはこの美しい夢をひっくり返して最も盛大な死を作り出そう。この扉を通って勝利のチャンスが手に入るなら、たとえ可能性が限りなくゼロに近かったとしても迷う必要なんてない。そうだろ？このギャンブラーめ、何を根拠に自分が勝てると思ってるんだ。チップ3枚で十分。オール・オア・ナッシングだ。